パロミデス教は、アーサー王物語に登場する円卓の騎士のメンバーの一人。発音としては、パラミティーズ教、パラメデス教などを採用しているものもある。トリスタン教とイゾルデへの愛をめぐって争ったこと、うなる、獣の探求をしたことで有名。なお、弟のサフィア教も円卓の騎士である。もともとがサラ先人であるという異色の経歴を持つ。 アーサー王が活躍した時期は6世紀頃、ムハンマドの活躍は7世紀、またイスラム教の発展は、さらにそれ以降、登場した直後はイゾルデーの愛のため、トリスタン教と幾度となく争った。初期は、お互いを嫌い合っており、あるり試合では、トリスタン教はあえて、パロミデス教の所属していない陣営に参加したりしており、まさに不具体点の間柄であった。しかし、 トリスタン教に命を助けられたり、一緒に行動しているうちに徐々にトリスタン教とは友情めいた関係を結ぶことになる。最終的にはトリスタン教に敗れたパロミデス教は彼の手によってキリスト教の洗礼を受けることになる。非常に武勇に優れており、ある槍試合ではガウェイン教を含めた円卓の騎士を10人も打ち破っている。実際のところパロミデス教は ランスロット教やトリスタン教、ラモラック教などの以外にはほとんど負けることはないほどである。しかしながら初期においては悪役としての活躍が目立つ。例えばイゾルデを誘拐したり、騎士道には疎く、やり試合中にランスロット教の馬の首を跳ねるといった卑怯な行為をしたりしている。さらにはすでに トリスタン教と仲間になっていたのにもかかわらず、イゾルデとトリスタン教の関係に嫉妬して、トリスタン教を殺そうとしたりしている。しかし、全体を通して、貴婦人には礼を尽くす人物として知られており、人品が癒しいわけではない。後々には武装していない、トリスタン教との戦いを拒否したりと、単なる悪役ではなく、騎士としての面が強調されるようになる。マロリー版では、 パロミデス教を主人公としたエピソードもある。この話では、パロミデス教は、シンクの町の領主である、ハーマン教の依頼を受け、単身でシンクの町へ乗り込む。そこで、卑劣なヒーリアス教、ヒーラック教の兄弟と2対1で戦い、これに勝利するというものである。物語後半、アーサー・王とランスロット教の間で対立が激化し、円卓の騎士が、 アーサー王派とランスロット教派に分裂した際には、弟のサフィア教ともども、ランスロット教派に所属。アーサー王の軍と激しく戦った。この戦争が終了すると、ランスロット教によりプロバンスの公爵に封じられた。ありがとうございます。